女優の後藤久美子と元 F1 ドライバーのジャン・アレジの長女エレナ・アレジ後藤が芸能界デビューする。10月1日から母親と同じオスカープロモーションに所属。今週に ロンドンの映画学校を卒業し、年末から日本に拠点を置き、来年から本格的に活動を始める。モデルや女優の仕事に興味を持っているほか、将来は映画監督になりたいと夢を語っているという。28日発売の雑誌「イーチェッセ・リシェス」でメディアに初登場。両親から譲り受けた美貌で、後藤と共に高級ブランドブルガリのジュエリーとドレス姿を披露。イタリア・ベネチアで撮影し、モデル初体験だが、お母さんと一緒に写真を撮られるなんて嬉しいと大喜び。一方の後藤が温かく見守り、こんな服やジュエリーも似合う年齢になったんだなと感慨ひとしお。お父さんに送らなきゃとまな娘の晴れ姿を携帯電話で写真に収めた。一家はスイスとフランスで生活。エレナはフランス語、英語、日本語、イタリア語、ドイツ語、ロシア語の6カ国語が堪能。母から受け継ぎたいものがあるとしたら、それは家族へ捧げる愛。いつか私も母になる日が来たら彼女のようになりたい。ずっとずっと憧れですと尊敬。後藤は自分とは別の人生をエンジョイしてほしいなと思う。私とは性格的に全く違うけれど、だから面白い。彼女の人生を見ることで、もしかしたら歩めたかもしれない別の人生に触れられるようで、それも面白いのですと活躍を期待している。ひし形後藤久美子後藤久美子1974年小49 3月26日東京都生まれの43歳。86年に NHK テレビの国のアリスで女優デビュー。大河ドラマ独眼竜祭りごと衆87年などに出演し、国民的美少女ブームを巻き起こした。93年にアレジと出会い、95年に婚約を発表。婚姻届を提出しない事実婚生活を送っている。2男1女の母。長男のジュリアーノ18はレーシングドライバー。次男は10歳。ひし形エレナ・アレジ後藤1996年11月19日フランスミナベアビニョン生まれの20歳。ロンドンの映画制作専門学校に通っており、将来の夢は映画監督。1m56。